道夫くんは彼女とかいるんですか？そう、女の子からの大胆告白ですね。道夫くん、どうなのかな？付き合ってる女か。困ったな。どうするか。Oh no!うるせえんだよ。こんなとこでガキを集めてギャーギャーやりやがってよ。この辺は俺らの遊び場なんだよ。誰の許可取ってやってんだよ。なんだよあいつら。怖いよ。子供たちが怖がってるじゃないですか。やめてください。クソガキどもが。もっと怖くしてやろうか。ああ。助けて。おい。あ？なんだお前、ダッセーキャラだな。頭にラーメンつけてんのか。意味わかんねえ。流行んねえよそれ。俺もそれはそう思う。だがな、ガキ泣かせて生きがってるてめえらよりはダサかねえ。あ？なんだと？やんのか、ゆるキャラがよ。俺はゆるキャラだがな、てめえら見逃せるほどゆるかねえんだよ。面白い。おいお前ら、このゆるキャラぶっ殺すぞ。覚えてねえなら覚えとけ。俺は尾道のゆるキャラ、尾道夫だ。尾道夫？なんでこんなゆるキャラが強えんだよ。ありえねえだろ。運が悪かったんだよ。お前らは今度ガキを泣かせるようなことをしたら命はないと思うんだな。分かったらさっさと消えやがれ。すみませんでした。情けねえ連中だ。いや、その尾道夫は喧嘩が得意でな。かっこいい。すごい。え？超かっこよかったよ、道夫くん。すげえ。かっこいいよ。強い、道夫くん。守ってくれてありがとう、道夫くん。かっこいい。そうか。ありがとうございました。本当にかっこよかったです。道夫くんはもはやゆるキャラじゃない、私たちを守ってくれるヒーローです。そんな大したもんじゃねえよ。俺は所詮何の変哲もないただのゆるキャラだ。みんな道夫くんにお礼を言いましょう。さん、はい、ありがとうございます。どういたしまして、道。じゃあ最後、道夫くん締めてください。しょうがねえな。
よし、行くぞ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ尾のトレーナー、そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道尾だ。道尾くん最高。